ニューデリーのデモの様子デモ隊に向けて放水と催涙ガスを放つ警察2012年インド集団強姦事件は2012年12月16日にインドのデリーで発生した強姦事件2012年12月16日被害者の女性理学療法実習生ジ上ティシンと友人男性アウィンドラ・プラ・タップ・パンディはデリー首都圏サウスウエストデリー区のサケットで 映画、ライフ・オブ・パイ、トラと漂流した227日を見た。二人は午後9時30分、サウスウェスト・デリーックのミューニルカで、ドアルカ行きの無人化のバスに乗り込んだ。バスにはすでに、運転手を含む6人が乗っていた。男たちの一人の未成年者が、目的地に向かって、バスを出すように求めた。バスが、通常のルートをそれても、ドアを閉じたままだったので、アウィンドラは不審に思った。 アウィンドラが声を上げると、運転手を含む6人の男たちは、2人をなじり、こんな遅くまで2人だけで何をしていたのかと、質問し始めた。言い,い争いの後、アウィンドラと男たちは、格闘になった。アウィンドラは殴られ、猿ツはをかまされ、鉄棒で意識をなくすまで打ちのめされた。男たちは、上岐をバスの後部まで引きずって行き、棒で打ち、レープした。その間、 運転手はバスを運転していた。後に医学書見によると上ィは暴行によって腹部と腸、性器に甚大な損傷を受けていた。医師たちは損傷は鈍器の貫通によるものと述べている。その棒は後の警察の説明によるとジャッキハンドルとして使用されていた錆びた L 字型の用具だった。警察の報告では上ィは襲撃者らに抵抗を試み、 三人に噛みつき、腕に噛み込を残していた。オーダーとレープを終えると、襲撃者たちは、二人を走行中のバスから放り出した。犯人の一人が後で車内を清掃し、証拠を消している。警察は翌日、バスを押収した。キレ切レの衣服をまとった二人は午後11時ごろ、通行人によって発見された。通行人から通報を受けたデディ警察は、二人を、 サフダルジュン病院に搬送した。ジョーティは救命治療を受け人工呼吸器を装着された。ジョーティの全身には小根と無数の紙根が見られた。報告によると起訴された男の一人はバスの中で襲撃者たちが女性からロープ状のもの、蝶と推定されるが引っ張り出したのを見たと認めている。バスから地に汚れた2本の棒が回収されており、医療スタッフは この貫通が、正規、子宮、小腸に大きな損傷をもたらしたと述べている。ジョーティは内臓に重傷を負い、腸の摘出手術などを受けた後、シンガポールの病院で手当てを受けたが、同月29日に死亡した。アウィンドラは退院した。ジョーティは、死亡する前に一度、意識が戻ったという。その時、犯人たちが焼き殺されるのが見たいと言い残した。 2013年3月11日、ニューデリーのティハール刑務所に拘留されていた容疑者の一人が首をつって死亡。警察は自殺と判断しているが、容疑者の両親は殺されたと主張している。2013年5月16日、被告の一人が拘留施設内で収容者らから暴行を受け重滞になったことが発覚した。暴行のほか、食事に毒が入れられていた疑いも浮上している。 2013年9月13日、ニューデリーの裁判所は4人全員に死刑判決を下した。厳しいインド国内外の世論を背景とした判決となった。被告人の弁護士は、今回のような犯罪では、元来は終身刑が妥当であり、例外的な場合にのみ死刑が適用される事態に懸念を示している。容疑者の少年1人は3年間の強制施設。 収容処分となっている。死刑となった容疑者たちは、高等裁判所への抗訴を表明している。2015年3月4日、ABBC によって撮影された死刑判決を受けた男のインタビュー映像が、その内容の過激さにより、ニューデリー警察によって混乱を避けるために、放送の禁止が命じられたことが、裁判所へのインタビューで明らかになった。2020年2月1日、 この日午前6時に4名の死刑執行が予定されていたが死刑囚による判決への異議申し立てがされたことから延期となった。2020年3月20日判決を受けた4名の死刑が執行された。地元警察は容疑者の男5人を殺人や強姦などの罪で訴追した。残る1人は未成年と確認され少年院に送置された。地元弁護士会は 人道的な立場から、加害者の弁護は担当しないと表明した。2013年8月31日、少年審判所は未成年の少年の行為を有罪認定し、強制施設入所3年の判決を出した。なお、今回の事件を担当した裁判長は、以前に担当した合姦事件で DNA などの証拠があるにもかかわらず、無罪とした経歴がある。インド国内には、 現在も、出自の問題が根強く、階層の高い男性による性的暴行が多く見られ、また当局による関心の低さが背景としてある。コルカタで、横断幕を掲げて、デモを行う人々バンガロール視聴者に向けて、デモを行う人々事件をきっかけとして、性犯罪に対する刑事罰の強化や治安対策、犯人に死刑を求め、 政府に対する大規模な抗議デモが連日行われた。24日には、マンモハン新首相がテレビ演説で性犯罪取締り強化を表明、平成を呼びかけた。30日のシンガポールからの遺体帰国時には、新首相、ソニアガンジー総裁などが空港に出迎え、哀悼の意を表した。各地で行われた抗議集会では、国民がろうそくに火を灯して、 被害者の冥福を祈った。この事件を受け、2013年2月3日、プラナブ・ムカルジー大統領は合姦罪の罰則を強化する大統領令に署名した。これによって、合姦の最高罰則を死刑とする法律が成立した。この事件を含め、インドで続発する合姦事件や、世界的な景気交代を背景に、インドの観光業は打撃を受けているとの指摘がある。 インド商工会議所連合会は2013年インドを訪れた外国人観光客が昨年比で25%減少したと発表した。ただし、インド観光当局は昨年比で微増していると発表しており、インド観光事業連合もインド商工会議所連合会の調査を疑問視している。なお、上述の通り実行班4名は2020年3月20日に、 死刑が執行されたが、女性団体や地元弁護士会を含め死刑執行を積極的に指示したほか、死刑執行に市民からは歓声が上がり、死刑反対の声はなかったとされる。レイプに関して、インドの法律は、被害者本人の承諾がない限り実名報道を禁じている。被害者死亡の場合は、家族の同意が必要。今回、被害者の父は、 レープ被害の苦しみと戦う女性たちに勇気を与えたいとして娘の実名での報道を求めた。ショッキングな内容から欧米や日本のメディアもこの事件に注目し取材した結果インドの女性別視とも言える社会情勢が明らかとなりインドのイメージが低下した。ニューヨークタイムズの調査では2012年に デリーで被害が届けられた事件のうち犯人の男性が起訴されて有罪になったケースは1件のみだった。また2011年の調査ではインド男性の4人に1人が性暴力を行ったという結果もある。日本の日韓スポーツは国内人口の約8割を占めるヒンズー教の戒立では男性は結婚するまで性行為が禁じられている。外国人観光客も年々増加。 外国人女性の薄手の服装が性犯罪に影響を及ぼしているとの見方もある。朝日新聞は別視されがちだった女性の社会進出が進み、大都市では深夜に出歩くことが増えたのも増加の一因だとされる。と、それぞれインドの男性中心社会から女性に原因を介す主張がなされていることを紹介した。ありがとうございます。